ちょうど1号線に普通ひばりが丘花屋敷行きリニューアルされた7時線15編成がですね到着して通過待ちをするところなんですが、阪急宝塚線庄内駅の東口であります。そのホームのですね越えたところにですね花が咲いてあるんですが、そちらの方に庄内駅のですね記念の時計台が置かれてあるんですね。そして周辺を見るとこのようにパチンコスロットのアミューズメント施設、スポーツジムがあってですね、インターネットカフェに喫茶店、そしてその先を進んでくるとですね、こちらにもアミューズメントがあるんですが、その先は庄内駅前東商店街、そしてマクドナルドへとつながってきます。そして踏切を渡ってくるとウエストという文字があってですね、そこからグルメシティの庄内店方面、あるいはまた松屋ファミリーマートにキリン堂、そしてですね軸に不動産編などいろいろとですね、この駅前の方にはですね様々な施設があるんですね。右斜めと入ってくると庄内銀座通り商店街があるんですが、庄内駅前通り商店街の中を歩いていくことにします。その先を進んでくると国道176号線へと出てくるんですね。こちらが南側ということになるんですけれども、その2階の方に豊中仕事センター、そしてシルバー人材センターがあります。そして1階の方に駐輪場があるということなんですが、そこから出て右の方に行くと居酒屋があって、ちょうどですね8106編成のひばりが丘花屋敷行きが入ってきますが、こうやって庄内駅前の方にはですね、これよって仕事センターがあって、シルバー人材センターがあり、そしてこうやって不動産店がですね多く立ち並んでいてですね、非常に様々なところに行けるという雰囲気があるんですが、ここから国道176号線へと出てきます。庄内東町4交差点の方へと出てきて、左に曲がって庄内駅前交差点を通ってきます。この道からですね右の方へと向かってくると新三国橋方面なんですが、その先はですね新三国橋まで橋がないんですね。で今回はここから左の方へと曲がっていって江坂の方へと向かっていくことにします。こちらが国道176号線になります。まあ車線は2車線になってるんですけども、まあ、1車線にですね車が止まっているものもあってですね、ここが南海なんですが、庄内駅前バス停を過ぎました。いわゆる阪急園田新大阪方面ですね。そして庄内東町1丁目と入ってきて、その歩道橋を越えると池田泉州銀行があります。右手に目を向けると坂本病院の分院が見えてきたことになります。ちょうど日本生命庄内ビルを右手に通り過ぎ、庄内東町3交差点へ差し掛かってくるんですが、その手前に庄内東1丁目のバス停があります。この、庄内東1丁目はですね、先ほどの庄内駅前と同じように50号の新大阪駅と24号の阪急園田駅が出ているんですが、このようにですね1時間に1本の割合での運行ということなんですね。まあ、24にはその中に上対馬止まりの便が朝に1本、そして夜に2本あります。そして土曜休日も夜に1本あるということなんです。その庄内東町3交差点の右側には豊中市消防団庄内北分団の器具庫があります。そしてこのようにですね昭和57年3月当時の下村哲夫市長がですね、書かれたメッセージが左手にあります。さらに左手には家族棟専用式場花井戸庄内があります。そしてこの辺りもですね、これって医療機関の方があって、そして自転車店、そして建築事務所などがあります。庄内東町の交差点にあたります。そこから信号を2度渡る形になるんですが、そうするとですね豊中のパナソニック桜広場の方へとつながってくるんですね。すなわち信号を渡ったところにあるのがパナソニックということになります。そこから先を進むと名神高速道路の高架があって稲津町へ入るんですが、ここはですね庄内東バスの信号は渡らずにここから右へと曲がります。すなわち野田小曽根線に出てくるということです。その周りにはですねこうやってですね絵があるんですけれども、豊中市の花は実はバラなんですね。
サンマテオ市でもバラが有名ということで、こちらと豊中市が姉妹都市になっているということらしいですね。そしてもう一つ豊中市の金もあるんですけれども、こちらがですね、金木犀のも豊中市の木として指定されているんですね。左手にパナソニックを見ながら左の方へとカーブしてくると、右手に公園が見えてきます。野田公園に差し掛かることになります。入り口がですね、こうやって階段真ん中の方にスロープがあっていいですね、まあ、自転車あるいはまたスロープでもですね入れるようにはなっているんですけれども、園内に入ってくるとまず高台のようなですねところになっていて、一人掛けのですね椅子が右に4箇所、そしてですね左の方にはですね6箇所あって、公衆電話が手前にあります。そして奥へと進んでくると左手にコンビ遊具があって、このようにですね動物系のですね遊具がですねいっぱい揃っているところ、奥にブランコ4つがあって、そしてもう一つですね、このようなメリーゴーランドのようなですね地球の形をした遊具があります。そして真ん中の方に時計台という構成ですね。そして野田公園の東側の方には阪急バスの稲津島3丁目バス停があります。こちらはですね24の阪急園田駅のみになっていてですね、そこから国道176号線の方へと入ってきて、庄内駅前の方へと入ってきて、日の出町からですね新大阪梅田方面へ乗り換えができるということですね。でここからですね江坂駅前までもバス停の方が5つあるんですね。そしてこの辺りは、まあ、大阪伊丹空港が近いこともあってですね、飛行機の方もですね大きな騒音を立ててですね向かってくる風景がよく見られます。その稲津島3丁目のバス停をですね過ぎて、ここから坂道を登ってくると橋に掛かってきます。坂を登ってくると日蓮橋の方へと差し掛かってきます。その日蓮橋を渡ってきてですねネットがあるんですけれども、そこから江坂の方面ということができるんですね。その日蓮橋の左側にあるのが日蓮橋北人道橋にあたります。そしてですね川に差し掛かってくることになるんですけれども、ちょっと読み方がわからないので申し訳ないんですけれども、この川をですね、北上する形で進んできます。まあ、こちらから進んできてもですねちょっと歩道橋がなくてですね、ちょっと通行に気がかかるところなんですけれども、そこからですね右の方に行くと住宅街の方へと行くことができますので、今回はこちらから進んでいくことにします。そうするとですね右に目を向けるとこのようにですね大きな電線が広がっているんですけれども、こちらがですね電力施設のですね一帯ということなんですね。その近くの方にですね階段がありましたので、その階段から下って東へと向かっていくことにします。東へとしばらく進んでくるとこのようにですね大きな、電線塔がですね見えてくるんですが、ちょうどこちらがですね関西電力の、とある施設ということなんですね。そうすると左手の方に浜4丁目第一公園が見えてきました。奥の方に乗り物系の遊具が2つあって、真ん中にコンビ遊具、そして水飲みのできる手洗い水道が手前にあって、ベンチが1つ、そしてですね石のような丸の椅子が2つあって、こうやって健康遊具の方が入り口の手前にあるということなんですね。入り口はこの1箇所しかありません。本当はこの道の方から行きたい気持ちがあったんですけれども、右手がですねくら寿司になります、回転寿司で。今回は工事中ということで、この歩道橋を上がっていくことにします。右手に目を見ると方南町西3丁目のバス停があります。そしてこうやってですね大阪方面に向かって道路が連なっている様子がご覧いただけますね。高川歩道橋を越えて神崎利根川線を横切って方南町西3丁目付近を歩いているんですが、そこから右の方に目を向けると豊中市立高川老人憩いの家スポーツルーム図書館が見えてきます。